どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうぎです。さあ、本日はですね、以前、ジンクス5選、各界に伝わるジンクス5選という中で取り扱った、ビストロスマップに出た政治家が総理大臣になるという都市伝説について触れました。ジンクスでこうくくってしまったので、今回はそれを単体にしてお送りしたいと思います。まずはその時の動画をご覧ください。どうぞ。ビストロスマップに出演した政治家さんが、総理大臣になる。これ結構有名ですよね。スマップの、レギュラー番組、スマップの料理コーナー、ビストロスマップにゲスト出演っていうのが総理大臣の登竜門というふうに言われてまして、一番最初が、小泉純一郎さん、その次が安倍晋三さんで、麻生太郎さんというふうに、なってまして、この3人は、この出演から2年以内に総理大臣になっていると。石破茂さん、小池百合子さんが出演しています。もし、総理大臣になるのであれば、石破さんが先に出ておりまして、その後が小池さんという風になっております。これ結構有名な都市伝説で、これがスマップの力っていう風に言われてて、で、小池都知事が誕生した時に、小池さんはそのスマップが解散したことによって、総理大臣にはなれなかったっていう風な言われ方をしているんですが、まだどうなるかっていうのはね、ちょっとわからない状態になってまして、まだね、解散してもスマップはあり続けると僕自身は思ってますので、この後がどうなるのかっていうのはちょっとね、楽しみに見ていきたいと思います。はい。ご覧いただきました。ちょうどね、今、このタイミングで、総裁選というのが行われ、なおかつ、この動画を撮ってるのが9月の5日なんですが、もうじきね、スマップのデビューの日ということで、またこの都市伝説をこう出していきたいなと思い、今回本の動画にしました。良ければ他のジンクスもありますので、概要欄にリンクの方を貼っておきますので、よかったらね、そちらも見ていただいて、あ、他にもこんなのがあったんだな、みたいなのをね、楽しんでいただけたらなと思います。信じるか信じないかはあなた次第です。すげーなーと思いまして、今年もね、スマップの日っていう動画作ろうと思ってますので、そちらもね、合わせてこうご覧いただけたらなと思っております。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。